はい、どうもどうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。天栗旬です。というわけで、今の時間2時44分ということでね、朝方でございます。一回12時に寝たんですけどね、なんかまた目覚ましてしまいまして、てか最近ね、寝れない、いや寝てるけど起きちゃうっていうのがね、続いてましてね。まあなんか中途覚醒とかっていうらしくてね、なかなかね、寝つけないんですね。6時間睡眠とかね、7時間睡眠とかね、言われてるのにね、2時間とか3時間で途中で目覚めるからね、おかげでね、まあ、こんな感じですよ。会社とか行ってね、カタ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 。ちょっと、高橋君、今寝てなかった？いや、大丈夫です。なんでもないです。大丈夫です。そう、気をつけてね。10分後、カタカタカタ。10分。ちょっと、高橋君。今寝てなかった？いや、すいません。ちょっと高橋君ちゃんと寝てる、睡眠不足なの？つって。体調悪かったら休憩室で休んでいけな。つって。すいません。気をつけます。申し訳ないです。気をつけます。みたいな感じになってたり、まあ実際なったりしたんで、ちょっと気をつけないとなと思います。皆さん寝れる方法あったら教えてください。というわけでね、ちょっとね、もうなんか変な時間に起きて目も冴えちゃったんでね、メルカリでね、ちょっと売れたやつのね、こう名前、こういうの、ちょっと送るやつ、今こう作ってましたって感じで、ということでね、ご購入ありがとうございますって感じと、あとね、あとは、そうだね。あと、それだ、あれだよ。あと、欲しい人いればなんですけど、ツイッターのね、プレゼント企画、俺、やってまし、あの、応募してて、で、俺、カード好きだからね、いろんな人のフォロー、リツイートで、プレゼントの抽選みたいなやつで、たまたま当たったんですね。で、当たったんですけど、ちょっとね、カード屋さん、トレカショップっつって、カード屋さんに取りに行かないと、ちょっとダメっぽかったんで、ちょっと、6月10日まで、お店に来てくださいってなってたんで、ちょっと俺、秋葉原のトレカバースさんってカード屋さんなんですけど、ちょっと受け取りに行けないので、もし、カード欲しい、ポケモンカードなんですけど、なんだっけかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。これか。はい、これ。ああ、見えない。明るすぎて見えない。カードショップトレカバースさんの、トレカバース秋葉原店さんですかね。オープン記念リツイートキャンペーン、抽選で3名プレゼントってやつで、ポケモンカードの、ボックス、箱のやつですね。ワンボックス3名様プレゼントってやつで、俺も当たったんですけども、ちょっとその秋葉原店に受け取りに行けないので、私のそのプレゼント当たった権利をどなたかに贈与っつうんですかね、権利差し上げますんで、トレカバースってカード屋さんで、秋葉原店に、店舗に受け取りに行ける方、天栗旬って人から、いいよって言われたんで、受け取りに来ましたみたいな言っていただければ大丈夫ですので、あと、もしちょっと証拠見せろとか、お店で言われたら、俺の YouTube 見せるか、あとは、私の Twitter のね、アカウント名、あと書いときますけど、アットマーク YouTube 388-11908っていうのが俺のアカウント番号っていうんですかね。それなんで、それ言っていただいて、で、まあ、ポケモンカードのタイムゲーザーっていう、まあ、1箱5000円ぐらいするやつなんですけど、それのプレゼント企画のやつ当たったけど、受け取れないので、権利もらいましたので、って。で、他、受け取りますみたいなこと言っていただければ、多分お店の人にもこうやって見せれば、受け取れると思うので、秋葉原トレカバース
秋葉原店さんに6月10日まで受け取りに行ける方、ぜひ受け取ってくださいということで、うん、あとちょっとサムネイルのとこと、あと下の方の説明欄に書いとくんで、よければ受け取りに行ってください。ご視聴どうもありがとうございました。また見てね。バイバーイ。